今回の準備期間では、開幕戦点を取れなかったということで、チームとしても個人としても、攻撃どう点を取るかというところ、シュートの意識というところ、細かく修正していました。そうですね、準備期間なかった分、たくさんのことを、イメージできていると思いますので、当然勝ち点3狙いに行きたいと思うし、無失点で複数得点というのを狙って頑張りたいと思います。アウェーになるんで、ダゾーン画面越しでの応援となると思うんですけど、全力尽くして頑張るので応援よろしくお願いします。練習はゲーム形式が中心で、岐阜もパワーがあるチームなので、それに対策して裏の背後のケアだとか、攻撃では押し込むことをメインにしました。岐阜もさっきも言ったんですけど、パワーがあるチームなので、それに負けずに粘って得点を取って勝ちたいと思います。いつも応援ありがとうございます。岐阜での、アウェーでの試合になるんですが、ダゾーンでの応援よろしくお願いします。